今回のテーマはリンゴ台風です。もしよろしければご視聴前にチャンネル登録をお願いいたします。それでは本編をご覧ください。リンゴ台風として広く知られる台風第19号は1991年9月に発生し、日本列島を襲った歴史的な台風です。この台風は特に東北地方のリンゴ産地に甚大な被害をもたらし、農業被害が特に深刻であったことからリンゴ台風と呼ばれるようになりました。その被害の規模は非常に大きく、全国における人的被害や物的被害も深刻でした。台風第19号は1991年9月16日にマーシャル諸島付近で発生しました。発生した当初はまだ比較的勢力が弱かったものの、北西に進むにつれて急速に発達し始めました。その後台風は次第に日本列島に接近し、9月27日には長崎県佐世保市付近に上陸しました。この時の中心気圧は940ヘクトパスカル、最大風速は50メートル毎秒という猛烈な勢力であり、日本列島を縦断する形で進んでいきました。上陸後台風は九州から四国、本州と次々に大きな被害をもたらしながら北上し、東北地方にも到達、最終的には日本海を経由し北海道に再上陸しました。北海道でも被害は大きく、台風はオホーツク海に抜けた後に温帯低気圧へと変わりました。この台風の進路は日本列島を縦断する形となり、全国各地で風害や大雨による被害をもたらしました。台風第19号はその勢力の強さが特筆されます。発生から日本に上陸するまでに急速に勢力を強め、上陸時の中心気圧は940ヘクトパスカルという非常に低い数値を記録しました。これに伴い最大瞬間風速は50メートル毎秒を超え、各地で強風による被害が発生しました。例えば広島市では最大瞬間風速 58.9 メートル毎秒を観測し、これは観測史上屈指の強風として記録されています。また青森市でも 53.9 メートル毎秒の瞬間風速を記録し、北日本でも大規模な風害が発生しました。この台風の特徴の一つは暴風域が非常に広かったことです。通常台風は進路に近い地域に強風をもたらす傾向がありますが、台風第19号は広範囲にわたって強い風を吹かせ、被害が日本全域に広がりました。さらに台風の移動速度が速かったため、事前の対策が間に合わない地域も多く、各地で被害が拡大しました。台風第19号はその猛烈な風と豪雨により多くの人命が失われました。全国で報告された死者は62名に上り、負傷者は1261名に達しました。多くの地域で避難が行われましたが、急激な気象変化に対応できず、風や倒壊物による事故が相次ぎました。この台風は家屋やインフラに甚大な被害をもたらしました。全国で家屋の全壊や流失が506棟、半壊や一部破損した家屋は169,941棟にも及びました。風による被害だけでなく、大雨による浸水被害や土砂災害も多発し、特に山間部や河川周辺の地域では深刻な被害が報告されました。また公共インフラにも大きな影響が出ました。道路や橋梁が破壊されたり、鉄道が停止するなどの交通障害が広範囲で発生しました。電柱が倒れたり電線が切断された地域では停電が長期間続き、復旧には時間がかかりました。特に深刻だったのが農業被害です。台風第19号は東北地方に大きな打撃を与え、青森県を中心に広がるリンゴ産地では収穫直前のリンゴが大量に風で落下しました。この被害面積は 22,400ヘクタールにも及び、被害数量は 388,000トンに達しました。被害総額は741億7000万円にも上り、青森県全体の農業経済に甚大な影響を与えました。またリンゴ以外の作物にも被害が及びました。稲作や野菜の収穫期でもあり、暴風や豪雨によって広範囲にわたる作物が倒壊浸水し、多くの農家が壊滅的な損害を受けました。このような背景から台風第19号はリンゴ台風と呼ばれ、特に農業被害が注目される災害となりました。リンゴ台風は自然災害の脅威を改めて認識させるものでした。
特に農業被害の甚大さは、気象災害がいかに生活基盤に深刻な影響を与えるかを示しています。この台風を契機に、農家や自治体は、災害対策の見直しを進め、早期避難や事前の収穫調整などの対策が強化されるようになりました。また、広範囲にわたる風害と被害規模の大きさから、台風に対する防災意識が全国的に高まりました。台風対策の遅れや、風水害に対する備えの重要性が再認識され、台風接近時の迅速な対応が、今後の課題として残されました。リンゴ台風の時系列。1991年9月16日、台風の発生。台風第19号は、1991年9月16日に、マーシャル諸島付近の海上で発生しました。発生当初は、まだ勢力が弱かったものの、熱帯低気圧から次第に発達し始め、台風としての特徴を示すようになりました。この時点では、日本列島に直接影響を与えるかどうかは不明でしたが、徐々に西北西に進んでいきました。1991年9月20日、勢力を強め北上開始。9月20日頃から、台風第19号は本格的に勢力を強め始めました。中心気圧がどんどん低下し、最大風速も増加。猛烈な台風へと発達しつつあり、進路が次第に日本列島に向かっていることが明確になりました。この頃から気象庁や各メディアは、台風が日本に接近する可能性があると、警戒を呼びかけ始めました。1991年9月25日、台風接近に伴う警戒態勢。9月25日頃になると、台風第19号は、日本列島への接近が確実視され、暴風域が広がり始めました。特に、南西諸島では強風が吹き始め、海上の波も高くなりました。気象庁は、各地に対して警戒を強め、交通機関や住民に向けた注意喚起が行われました。1991年9月27日、長崎県佐世保市に上陸。9月27日、台風第19号は非常に強い勢力を保ったまま、長崎県佐世保市の南付近に上陸しました。上陸時の中心気圧は940ヘクトパスカル、最大風速は50メートル毎秒という、非常に強力な台風で、九州地方では猛烈な風と豪雨が襲いました。この時点で、交通機関の運休や避難勧告が出され、多くの人々が避難を余儀なくされました。台風はそのまま北上を続け、9月28日には四国、本州を次々と通過しました。西日本から中部地方にかけては、暴風雨により大規模な停電や交通障害が発生し、家屋の倒壊や河川の氾濫などの被害が相次ぎました。また、山間部では土砂災害の危険が高まり、各地で警戒態勢が取られました。1991年9月28日午後、東北地方へ到達。台風第19号は東北地方に到達し、特に青森県や岩手県を中心に激しい風雨をもたらしました。青森県では、収穫直前のリンゴが大量に風で落ち、農家に甚大な被害を与えました。リンゴ畑は風で荒れ果て、青森県全体の農業経済に深刻な影響を与えることとなりました。このため、台風第19号はリンゴ台風として広く知られるようになりました。1991年9月29日、北海道に再上陸。台風はそのまま日本海を北上し、9月29日には北海道に再上陸しました。北海道では台風の影響により強風が吹き荒れ、特に道南地域を中心に風害や浸水被害が発生しました。停電や道路の寸断などが各地で相次ぎ、被害が広範囲に及びました。1991年9月29日午後、台風が温帯低気圧に変わる。台風第19号は北海道を通過後、オホーツク海に抜けて勢力を弱め、9月29日の午後には温帯低気圧へと変わりました。これにより、台風の直接的な脅威は去りましたが、台風がもたらした被害は全国に深刻な影響を残しました。台風第19号が通過した後、各地では復旧作業が急ピッチで行われました。特に青森県では、リンゴ農家が壊滅的な打撃を受けたため、収穫の残りを少しでも確保するための努力が続けられました。また、全国的には家屋やインフラの復旧が急がれましたが、
広範囲にわたる被害のため復旧には時間がかかりました。台風第19号による被害は人的、物的に非常に大きく、死者62名、負傷者1261名、家屋の全壊、流出506棟、半壊、一部破損、16万9941棟に及びました。また、農業被害は特に深刻で、青森県のリンゴ農家に与えた打撃は甚大で、総被害額は741億7000万円にも達しました。この台風を契機に、防災意識の向上や事前の対策が強化されるようになり、特に農業分野においては収穫の早期化や事前防災が重視されるようになりました。リンゴ台風は日本列島を縦断した自然災害として歴史に刻まれ、農業経済や防災対策における重要な教訓を残す出来事となりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったという方はコメントと高評価をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。